皆さんどうも、T 島です。では今回もファイヤーエムブレム無双を続き遊んでいきたいと思います。ということで今回は遊軍救出戦難易度レベル26、こちらのやっていこうかなと思います。でバトル報酬の方がこれ破壊の剣ですかね。これ多分手に入れたらアーマーブレイク状態ですかね、副剥ぎの状態ですかねの、なんていうんですかね、その絵面っていうんですかね、絵面じゃないですけど、そういうふうな効果が発動するっていうことですね。バトル報酬なので、クリアすれば手に入るものではあるんですけど、とりあえず、手に入れるようにやっていきたいと思います。さあ行きましょうかね。勝利条件が孤立した味方軍団の救出およびファウダーの撃破ということですね。孤立した味方軍団はティアモかな、これは。そうですね、ティアモと多分こっちはルキナかな、多分この2人だけですね。そうですね、この2人の、救出と、あとはもうファウダーの撃破ですね。相手はそうですね、剣で、魔導士、おっとここにはルフレが。そうですね、敵の英雄は多分ルフレだけかな。であとはもう魔物系ですかね。そうですね、それ以外はこれといって槍使うやつとか斧使うやつっていうのは出てこないっぽいですね。さてじゃあどうしよっかな。そうですね、結構ティアモはもう出てるので、こっちを火の花に変えましょうかね。火の花と、さくらとリズ、そうですね、さくらとリズちょっと入れ替えておきますかね。多分本拠地の方を守ってくれると思うので、それなので使っていくキャラ的にはそうですね、おぼろと、キャラクター変化アクロの方が、そうですね、ちょっとアクアの方がやっぱり有利ですね。何かしら、ならばこれ入れ替えて、であとはどうしようかな。魔法系ですよね。ルフレが出てきてるので、たまにはちょっとレオンとか使っていきますかね。聖なる魔導書、聖なる魔導書か。いや、それはこちらのアクアにお任せするとして、選んだよ。魔導書系はですね、そうですね、ちょっとまだ中途半端にできてないやつとかがあるので、ここら辺をちょっと装備していきますか。よし、じゃあこれで今回行ってみようかなと思います。何かしら、よろしいですか。よし、行きましょう。さあ行きましょうかね。今回のそのバトル報酬で破壊の剣が手に入るんですけど、もともと実装のアップデートだったかな。さあ作戦開始です。前のアップデートの時に、その破壊の剣ですかね、特性っていうのが出てきたんですけど、自分の中ですぐ使えるもんだと思ってたんですよね。ただどうやらその、この今回みたいな破壊の剣とかですかね、ルフレ一発だった。で今回みたいな破壊の剣とかですかね、手に入る、このクエストとか、クエストというか、ステージとかですかね、クリアしないと手に入らないっていうのを、最初は気づかなかったんですよね。それなので、神殿に行ってその破壊の特性ですかね、つく、神殿の祝福みたいなのを受けて戦っても全然出てこなかったの、どうしてなのかなと思ってたら、よくよく考えたら、そういうふうに対象の、アイテムであったりとかを手に入れないと、出てこないっていうのに、最初に気づかなかったんですよね。それなので、今回この破壊の剣ですかね、手に入れてやっと、それから手に入れるアイテムにその破壊の特性が、ついてくるというような感じになるみたいなんですよね。
で、まあそのハガイの、まあ、特性っていうんですかね、っていうのがあのアーマーブレイクっていうんですかね、もうあの、まあ、キャラクターの要はもうふくはぎ状態なので、まあ、ほぼほぼ、まあ、あの 下着のような状態ですかね、まあ、着るものがもう、まあ、なんていうんですかね、攻撃によって、まあ、破壊されてしまうっていうような感じなんですよね。まあ、それによって、まあ、多分防御力が下がったりとかっていう風なのがちょっとあるのかどうかっていうのがちょっと自分まだ分かってないので、まあ、今回そのあれなんかすごい浮いてるな、まあ、今回剣に入れてからちょっと確認してみようかなと。多分あの特性とか の, あの説明ですかねを見てみれば多分、まあ、アーマーブレイク状態になるっていう風な感じですかね、になると思うんですよね。まあ、ただあのどういう風な感じの攻撃を繰り出して、まあ、そういう風にあのアーマーブレイク状態になるのかっていうのもちょっとまだ分かってないので、まあまあできれば今回まあその破壊の剣ですかね、まあ、手に入れて、まあ、他の武器とかですかね、まあ、つけれるのであれば、まあ、つけてちょっと使ってみたいなっていうのもあるんですけどね。買い物しましたね。運命には抗えぬぞ。来るなり愚か者どもよ。ミッション開始です。まあそのふはぎのそのキャラクターもまあ全員というわけではないんですけど、まあちょいちょいあのアップデートとかで、まあそのふくはぎに対応したまあキャラクターがまあどんどん増えてきてはいるんですけどね。まあ今のところはまあまだ全キャラというわけではまあないですね。ちょっと防衛兵がいるんで。さてこれで、さて他は、まあ1700か、そうでちょっとおぼろを使っていきましょうかね。でまあ多分近々そのまたアップデートですかねがあって、今度はあのまあ3キャラですかね、まあ有料のまあダウンロードコンテンツではあるんですけど、まあそのまあ3キャラ、ナバールとミネルバとリンダがあの今度まあプレイアブルキャラクターとしてまあ使えるようになるんですよね。まあこの3キャラはもうあのファイアエンブレムの一番最初のやつからの作品のまあキャラクターですよね。暗黒竜と、暗黒竜と何だったかな、なんかそんな感じのやつ、一番最初のやつですね。ちょっと名前忘れてしまいましたけど、まあそれのキャラクターですかねがまあ3キャラ追加される。でまああのナバールはねちょいちょい出てきてはいたんですけどね、まあミネルバとリンダはまあ今回まあ初登場ということで、でまああの多分ミネルバは多分ドラゴンナイトだと思うんですよね。まああの通常のまあファイアーエンブレムですかね、まあそれの分でもあのドラゴンナイトとしてまあ出てきてたんですよね。でまあ多分専用の武器があるとしたらまあオートクレールか、まあもしくはまあ何かしらまた別のまあアイテムかもしれないですけど、確か DS 版のやつではそのオートクレールだったかなっていうなんかあの斧を持ってたんですよね。それなのでまあそれがまあ専用武器になるのか、まあ、はたまたまあまた別の新しい名前としてなんか専用武器が出てくるのか、まあそこら辺はまだちょっとまだわからないですけど、まあ出てくるから多分わかるようになると思いますね。まあただそれがすぐ使えるのか、それともまあヒストリーマップですかね、もう追加されるみたいなので、まあそれでまあクリアしてまあ手に入るようになるのか、まあちょっとまあ楽しみではあるんですけどね。まあただまあまだまだちょっとまだ先の話なんでね、まあ先って言ってもあともう数日とかぐらいだとは思いますけど、まあぜひあのミネルバとかですか、まあリンダはまあもちろん多分魔導士系ですかね、まあルフレとかああいうふうなあの魔導士系だとは思うんですけどね。でまあナバールはまあもちろんまあ剣士でしょうね、今まで剣士としてもなんか出てきてたので。さてさてちょっと倉庫やってる間にちょっと戦況が、まあちょっとあの喋るばっかりしてたんで、まあ、全然こっちの方とかですかね、進軍できてないのでちょっと進軍しましょうかね。何かしら、アクアでいけるのであれば、アクアに操作を変えていきましょうかね。
てるわけないってよ。ちょっと待って、この辺ももう残してますか。骨のないやつめ、鍛え方が足りん。ただ一人あれですね、下に降りてってるな。何？レオンにちょっと向かってもらおうかな。分かった。魔導士制圧しました。さてさて、それでミッション成功です。まあ、ちょっと自分もこっちのを攻めていきますかね。さあさあ、もうさっさと。そうですね、ちょっと、あ、そうか、ルピナの方は全然あれしてなかったですね。多分こっちは、まあ、ルピナとはまだ合流したのがこれが初めてじゃないかなと思うんですけどね。オッケーオッケー、これで大丈夫かな。今こっち用の拠点も落として。無事に砦を制圧できたのね。任せてください。勝ち目のない戦いに挑むのね。さて、オッケーかな。オッケー、信じて。勝ちが見えてきたわよ。さて、そうですね、向こう下の方は、あ、まだ倒しきれてない感じですね。結構レオンとかにちょっとお願いしてたんですけどね。オッケーオッケー。僕が勝てるわけないってよ。さて、もうほとんどもう周りはもう拠点ですかね。まあ、砦で拠点はほぼ潰したので、潰しに行きますかね。どうしようかな、今回。そうですね、ちょっとアクアで行きましょうか。まあ、結構まあ、無双も覚醒も溜まってるんでね、ちょっとまあ覚醒で行きましょうかね。ただ他は、まあ、そうですね、 S ランクはどれも取れてるんで大丈夫ですね。よし、じゃあ行きましょうか。さて、まあ、まずは砦兵長を倒して、多分ほぼ一撃でいけると思いますって言っておきながら、一撃でいけなかったらちょっとどうしようかなと思うんですけどね。 OKOK、 いけたいけた。さて、これでクリアですね。みんなのおかげよ。なんとか片付いたわね。次に行きましょう。はい、ということで戦績の方も S ですね。でバトル報酬がハガイの剣と、で MVP はヒノカですね。私が一番のようだな。あ、出てきましたね、アーマーブレイク。武器特性ハガイの一撃は、特定の攻撃を当てると相手の鎧を破壊します。鎧が破壊された相手は守備魔法防御が下がるアーマーブレイク状態になります。ほう。で、ハガイの一撃は強力な武器特性ですが、武器を装備している側も敵の強力な攻撃を受けると自分自身がアーマーブレイク状態になるリスクがありますと。あー、っていうことは、ハガイの一撃を装備してなければアーマーブレイクにはならない、まあ、相手のアーマーブレイク状態ですかね、にすることもできないですけど、まあ、自分もならないですよと。ただハガイの一撃の特性ですかね、つけた武器を装備して、まあ、戦うと、まあ、相手をアーマーブレイク状態にできるけど、まあ、自分も、まあ、アーマーブレイク状態になりますよっていう、そういうリスクがあるっていうことですね。で、アーマーブレイク状態のキャラクターは、頭上にアイコンが表示されます。ふくはぎに対応したキャラクターの場合は見た目も変化しますと。そうですね、まあ、こういうふうな今シオンが出てますけど、まあ、シャツ1枚みたいな、で下着1枚みたいな、なんかそんな感じの、まあ、鎧をまとってない状態ですね。まあ、そういうふうな見た目が、まあ、変化するっていうことですね。
で、ふくはげによる見た目の変化は環境設定で有効無効の無効を設定できます。アーマーブレイク状態になっててもこれを無効にしてれば、まあ、通常のまあ鎧を着た状態ですかね、まあ、ですけど、まあ、アーマーブレイク状態にまあなってますよっていうのは、ああいうふうなキャラクターの右下ですかねに出てきたりとかで、あの頭上のまあアイコンでまあ鎧マークが出てきて、これペケってなってるのか、バツがついて、まあ、アーマーブレイク状態になってますよっていうふうなことを知らせてくれるみたいですね。はあ、ははあ、そういうことね。さて、あとはもう鉄とか鋼ばっかりですね。お、絆レベルアップ。お前今までよりもあなたに近づけた気がするわ。ザコども、私の邪魔をするか。さて、そうですね、鋼の剣も手に入れたので、次回、うん、そうですね、どっち行きましょうかね。まあ、キャラクター的にこの左側にいるので、まあ、こっちレオンですかねの方に行きましょうかね。それなので、次回はこの制限時間内に敵を倒せ、難易度レベル26で、まあ、S ランク報酬で鉄色の魔導書で、バトル報酬が邪竜の宝石ということで、まあ、両方ですかね、まあ、手に入れれるように次回やっていこうかなと思います。ということで、今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあ、またねー。